さん、こんにちは。森崎アリスです。いた。今日の動画はドッキリを仕掛けたいと思います。ちょっとね、本当に、昨日ね、こうちゃんにね、すごくショックなことを言われたの。すごくショックな一言を言われたんですよ。っていうのもね、なんか私前、色が落ちたら、まあ、結局、ちょっと金髪っていうかブロンドっぽくなっちゃうわけで、で、そのブロンドに雨がいたら、心だけずっと共にね、大丈夫かな、大丈夫です。涙が止まらない。ブロンドに戻そうかなって言ったら、まあ、変な話ね、この色、すごくわかる、こんな色に これがなるわけ、これがすぐなるわけよ。そんで、まあ、でもどちらかというと今こっちじゃん。このピンクじゃん。それで、要は、それに戻そうかなみたいな話をしてたわけ。で、そしたらね、いや、どっちかっていうとみたいな話になって、その髪色の話になったわけですよ。そしたら、こうちゃんが、いや、そんなこと言ったら俺ピンク嫌いだからなって言われたの。わかる？ピンク、わけ私。いや、まあまあさ、いや、見てくれている、その多分ね、メンズ的な方たちは、いやと、ピンクなんかそんなさ、ピンクなんか好きじゃない決まってんでしょうよって言った人必ずいると思います。本当にごめんなさい、それはすみません、本当にごめんなさい。でも盛りやりなんだ、それは本当に盛りやりだから。いや、なんか盛りやりイコールピンクっていうイメージがさあるでしょ、どうしても。で、私も自分の中でやっぱりピンクじゃないとね、なんかね、落ち着かないの。もうなんかずっとピンクだから、もうね、何年だピンクにして、もう高校の時ぐらいからピンクだから、やっぱ落ち着かないんですよ。だからぶっちゃけこれ入ってるのもすっごい落ち着かない。黒髪になった時にどういう反応するのかっていう、しょうもないドッキリを仕掛けたいなと思います。なので、いきなりピンク星人がただの人間になったらっていうドッキリでございます。ということで、100均でですよ、これ、買ってきましたよ、ヘアカラースプレー。シャンプー、本当に落とせるのか、これ。シャンプーで落とせる、ブラックのヘアカラースプレー買ってきました。なので、無理やりこれからね、ちょっと今からお仕事なので、こうちゃんが帰ってくる前にこれをして、出入り口、玄関で、これで、この真っ暗な状態で出迎えたいなと思います。で、真っ暗でね、出迎えたら、どういう反応するのかと。そこがすごく楽しみ。とりあえずなんかちょっと仕返しにね、ピンク嫌いって言ったでしょっていう感じで真っ黒で臨みたいと思います。なので一旦、ちょっと夜までお楽しみにしてください。では。はい、ということで、黒のYouTube の T シャツに着替えました。あとね、多分ね、5分ぐらいで帰ってきちゃうんだ。ちょっとやばい。いろいろやばい。舐めていたスプレーを。やばいぞ。よしということで、こっちがね、あんま染まんなかったから、ちょっと こっちの髪は後ろにちょっと持ってきて、あんまり見えないようにしておきます。で、ここの前がちょっと黒にしてあるから、要はもう黒っていう感じで見させておけば、しかも結構さ、この YouTube のがさ、ねえ、なんかさ、ちょっとさ、黒だからさ、わかるっしょ、さすがに。まだ帰ってきてないから、ちょっとわかんないんだけど、帰ってきたら、どういう反応するのか、ちょっとなんかもう、髪型がわけわかんないわ、まず。Thank you.
かえり。おお、かわいい。かわいいね。かわいいのこれ。かわいくなった。触っちゃった。あ、やめて。やめて。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。結論。帰ってきてもそれはやめてよ。